割れてない。割れてない。こっちは割れております。完全に割れております。ここが割れております。はい、バイクのパーツを外してきました。今日はバイクの割れた部品を直してみたいと思います。前回の動画で使ったフラリペアと秘密兵器を使って直したいと思います。今回、セロから外してきた、なんていう部品かわからん。ヤロパーツみたいなやつ。これが割れてるんですよ。ウインカーも割れてるんですよ。山を走ってね、セロはね、ウインカーとかがね、バッキバキになったから、とりあえず違うバイクのウインカーをつけてます。だからまずこれが割れてるのと、これがね、ここがね、ここがね、こう、割れてるの。で、こうなんかリベット止めになってるね、リベット止めに。本来は、こうやって割れてない。どんなんかね、ここがね、こう、動くのね。これはひっつけたらまずいんかな。つけん方がいいんかな。でもひっつけた方ががっちりしそうなんやけど。まあ山遊びをする人は、がっちりつけん方がいいんやろうね。では、やっていきたいと思います。ウインカーをばらします。はい、バッテリー割れております。バッテリー。なんか隙間だらけだね。これで、今テープで。形を整えました。ここにプラリペアを流し込んでいきます。プラリペア行きます。こんな感じでプラリペアで固めましたつか止めました。あとはちょっと乾くまで待ちます。でこの針みたいなやつね、固まるからね、これライターでこうやってかぶってやると元通りで乾く間にこっちを直そうと思います。ここが完全に割れてるんですね。これをこのプラリペアでいいんやろうけど、 A のやつを持ってきます。じゃじゃーん、プラスチック溶接のガンとニッパーが入っております。ニッパーとカッターが入っております。あとこれがなんかね、溶接するなんか針金みたいな。こんな形のやつと
こんな M字の形をしたやつと、こんな形のやつ、こんな山の形したやつの4種類が入っております。それではこれを使っていくんやけど、今回ね、ここあれどこ、ここが割れとんよね、これね、奥張ったところ、この奥張ったところにはね、さっきの4種類のうちのこれ山になったやつ。なんでこれかっていうとね、入り墨、出墨、わかりますか？入り墨っていうのはね、こういう、まあ、四角いもので例えると、この角の内側が入り墨。この内側にこう刺す。これが入り墨。で、この外側が出墨っつうんやけど、これ建築用語か塗装用語かってなんていうの。この外側に使うときにこの M 字のやつを使います。で、今回は内側やから入り墨よね。だから、これを使います。これがぴったり合うんかいな。コンセントを挿して、ここにこれを挿す。こうやって挿します。で、トリガーを引きます。すると、ここから、ここが熱くなって、もう今多分指では触れんの。顔に当ててみる。顔に当てて温度を測ってみる。この角に、ぎゅーっと、まあ、とりあえず、こう、わかるか。わかりにくいよね。ほら、もうすでにガチガチなんですけど。この邪魔なやつをちょっと切ります。切るときはね、バッチバチ飛ぶんよね。気をつけんと。ふぅってね、この入っとこのニッパー全く切れんのよ。さすが、あちゃらさんの製品やね。ボロいけど、日本製のニッパー。これなら切れるんです。なんかいいよ、急になんかいい、痛っとかいいよ。もうガッチガチガッチガチ。フラリペアもいいけど、これはね、見えんところにしかできんのよね。見えるところにすると目立つからさ。画角があれやけ、分かりにくいやろけ。ちょっと分かりやすいもんに、こんな風になるんか、お見せしよう。これを刺して、これにやっていきます。こうやってね、熱くなったら、ずーっと、埋まっていく。煙が出るの。ロス溶かすの火事ですぐ抜かんで、ちょっと冷やして抜く。この余ったところを切るんだね。で、これがさっきのあちゃらさんのニッパー、思いっきりするよ。あら、切れた、どこ飛んでいった。簡単に切れた。あら、切れ、お前の使い方が悪いの。切れたぞ。あれ、さっきまで全然切れんかったの。前のやり方が悪い。違う。これ、一番奥まで入れんと切れん。
そんなもんないないいや、これ今一番奥で切ったけど、日本製はこの先っぽでも切れる。もう一回探せよ、飛んでったもん。分からん、探しとって。このこれでもう一回ね、ジョバーッと、ジョバーッと、で冷めるのを待つ。焦って抜くと外れるから。でさっきのこのニッパーね、先っぽ危ない、また飛ぶが。先っぽでこうやって、そう、疲れっぱいしてるよ。ね、切れんやろ。一番奥、一番奥なら、こう一番、この、この一番奥。一番奥なら、切れるよね。要は、作りが悪いのよ。先っぽに力がいかんようになって。日本製はね、均等に力がいくようになっておる。このほんと先っぽ。先っぽで、この握った時の、ここにかかる力が、これはもう根元しかかかってない。作りが悪い。やっぱり、あちゃらさんは。どことは言わんけど。ボロいでも日本製がいい。プラリペアより、強度は出るよね。施工も簡単やしね、こっちの方がね。ただ見えるところにはあんまりできんよね。プラリペアは見えるとこをやっても後から削ったりいろいろできるけど、とりあえずちょっとプラリペアは乾いたでしょうか、きちんと。はい、段差があるな。はい、これ、あ、どうなんかな。もうこれでも言っちゃいいけど、そこまで強度は求めんけど、これで一応裏から止めます。あ、やば、貫通した。やりすぎると貫通するね。これも勉強のうち。はい、これで。ちょっと、この傷とかあるけど。これは、ペーパー当てるか。まあ、今回はそこまでせんけど。ペーパー当てるかなんかすれば。いいでしょ。完全に。治りました。ちょっといろいろ失敗はしとるけど、治りました。
混んでるね。ここもへこんどんね。へこんど、ここもぼっくりへこんど。直すか。てれれれってれー。電灯リペア。